秋の大会には夏の甲子園に出場した小諸高校と各地区の予選を勝ち抜いた合わせて26校が出場しています。このうち松阪市のドリームオーシャンスタジアムでは1回戦2試合が行われました。1試合目は四日市商業対津西の試合が行われ、チャンスを確実に生かした津西が4対0で勝利しました。その他の試合結果です。ドリームオーシャンスタジアムの第2試合、川越対木本は6対4で木本が2回戦進出です。スキュー場公園内野球場です。第1試合は近大高専が8対7サヨナラで高田に勝利、第2試合桑名工業が3対1で桑名西を破り2回戦へ駒を進めました。伊勢市のダイムスタジアム伊勢です。こちらでは明野と工学館が対戦、7回コールドで明野が勝利しました。2回戦は21日に県内3球場で8試合が行われる予定です。